ということでですね、実は昨日お仕事の関係で髪の毛を切ってしまいましたということで、これはミディアムヘアになったんですけど、でちょっと切りっぱなしっぽく今回こんな感じで切っていただいたので、多分ストレートヘアにすることが多いかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとねやっぱこういうファッション企画の時とかは巻いたりしたいなっていうふうに思うので、今日はミディアムヘアさん向けの巻き方をちょっとやっていきたいなというふうに思っております。じゃあ早速やっていきます。でまず最初、コテでそのまま当ててしまうとやっぱ髪の毛が傷む原因になるので、まず最初こちらを使います。リーゼミントシャワーですね。なんかこういう、これはなんか Vlog の時とかもその髪の毛やる前にシュシュシュってやってたと思うんですけど、洗い流さないトリートメントみたいなやつをやることによってやっぱ髪の毛が傷むことを防げたりとか、やっぱ傷むんですよね、アイロンで。すごい、私髪の毛染めたことないんで、その髪の毛が傷む原因はいつもアイロンのダメージなので、こういうのを一回挟むことによってダメージを少し減らすことができます。でブラシはウェットブラシを使ってます。でこれで朝、今日は一旦これストレートにしてあるからこんなサラサラなんですけど、朝私ほんと寝癖がすごいので、朝起きてこのウェットブラシで溶かしてヘアセットする前にこういうのもやったりするんですけど、でもこのウェットブラシは大きさも大きいっていうのがあるんですけど、なんかねすごい絡まないんですよ髪の毛が、すっごいスルスル、本当にすごい使ってます。これちっちゃいバージョンもあって、ちっちゃいバージョンとかだと旅行とかにも持ち運びできるのですごい便利なんですけど、今日は大きいやつで溶かします。で早速巻いていきたいと思います。コテはこれ商品名わかんないんですけど、ネットで買いました。アマゾンか、180ぐらいなのかな、これ180はあると思います。温度そんな高くやりすぎるとね、やっぱ髪の毛痛む気もするので、太さは32mm です。すごい前は26だっけな、細いやつ使ってたんですけど、細いとやっぱ巻く時とかすっごいクルクルクルってなっちゃって難しいなっていうふうに思ったし、ヘアメイクさんとかも結構 32mm おすすめされてる方が多くて、私も 32mm がいいんじゃないっていうふうに言っていただいたので、髪の毛切っちゃったんでまた合うコテのあれがあるかもしれないんですけど、とりあえず今日は 32mm を使っていきたいと思います。でまず最初に全部外羽にします。うわ久しぶりこの長さ、本当に感動なんだけど結構ね。昨日切っていただいたというかは、結構量を減らすのが私目的でして量を減らしたので、量がそんなに多くない方は一気にこうやってまとめて外跳ねしたってもいいと思うんですけど、私前とかは結構髪の毛も長くなってきて量も多かったので、そういう時はこうやってブロッキングに分けて外羽とか巻くのをおすすめします。でも今日はもう少なくなってきたので一気に巻いちゃいます。でも髪の毛さっき私シュッシュでやったんですけど、そのシュッシュをやってからすぐやると水気水分が残っててジュッてなっちゃうので、ちゃんと乾くまで一回ドライヤーとか挟んでもいいと思うし、程よく時間を置いてからコテは当てるようにしてあげてください。私もね髪の毛のコテに関してすごい詳しいわけじゃないからあんまりわかんないけど、私後ろの方がちょっと長く切っていただいてるので、後ろの方もちょっと前に持ってきたりして、ちょっと羽を切っていきます。 32mm だとね結構羽すぎず程よい外羽ができると私は思っております。普段のヘアケアで言ったら、私本当に全然やらないんですけど、ヘアケアとか良くないですよね、多分やった方がいいんですけど全然やってなくて、シャンプーとかも特にこだわりはなくて、いただいたものとかを使っちゃったりしてるんですけど、基本的に1ヶ月に1回はなるべくテストとかがない時とかはいけるので、1ヶ月に1回いつもお世話になってるサウンドミルクっていう原宿の美容院の大和さんのところに行ってトリートメントをしていただいてます。で私昨日その大和さん切っていただいたので、その時にトリートメントもしていただいて、本当にもうサラサラなんです、もう毛先までもうね、痛気ない、
それまですっごいエラ毛できちゃうんですけど、結構やっぱコテとか熱のダメージが大きくて、もうすっごいサラサラになってなるので、トリートメント行かず2回ぐらい病院でちゃんとやっていただくことがおすすめです。で今こんな感じで外巻きで一旦巻きました。でまず、まあ、顔周りから始めていこうかなっていう感じなんですけど、まあ、一束ぐらいずつ取って間隔を空けて緩く巻いていきます。こんな感じで緩くなんかランダムにいろんなところで取ってって、じゃあ毛先をあれはスライドさせずこのまま巻いていきますね。おーおーおーおお、あ、結構いい感じなのでは。なんか中ら辺とかもたまに取ってあげて巻いてあげると緩くね。顔周りが多分一番重要なんですよね、巻くときに。私それは髪の毛伸びてるときに思ったんですけど、私一回自分の髪の毛ヒストリーを話すと、一回すっごい短くて結構切ったんですよ。それまで本当長かったんですけど、そこで一回めちゃくちゃ切って、この辺まで切って、でそこから伸ばして、まあ、ちょいちょい切ったりしてたんですけど、まあ、それでこの前の長さまで行き、今回結構久しぶりに切ったので、すごいなんか新鮮な感じが、本当にずっと髪の毛が短かったっていうのもあって巻く機会がなくて、もう私は巻けませんみたいな感じだったんですけど、やっぱ撮影とかでセルフヘアメイクとかが入ってくると、どうしても巻かないとやっぱ撮影映えしないというか、そういう感じなので巻く練習をしました。で巻く練習はそれこそ私もいろんな YouTuber さんの方見させていただいて、巻き方とか調べて、それをもう見よう 見まねで、やったりとかしてましたね。でこれで一回巻いて、ここで一回抜いて、スッて感じでやります。すごいね、でも私巻きが取れやすくて、特に夏とかは雨とか湿気とかあると本当に巻きがすぐ取れちゃうので、そういう時終わってからケープとかやったりするんですけど、基本緩巻きにしたかったりとか、なんかおうち撮影とかで巻くとかだったら本当にもうこのまま終わりにしちゃいます。私がいいのか悪いのかですが、こんな感じでいろいろね、外巻きメインで顔周り巻いて、この後もこの辺束で取ったりとか、中の方もなんとなくみたいな感じでランダムで本当にやっていくと、こんな感じでできました。はい、ということで今回は私も髪の毛を切ったということで、ミディアムさん向けの髪の毛の巻き方をやっていったんですけど、なんか全部をぐるぐる巻くと重く見えることがあるので、その本当にランダムに一束ずつぐらいな感覚で、なんかパッと見もちょっと癖あるなみたいな、ちょっと巻いてるのかなぐらいな、ほんと緩巻きがこのミディアム長さ、ミディアムヘアは一番可愛いのかなっていう風に思いました。皆さんもぜひやってみてください。それではバイバーイ。Oh, what do we do? Don't know how it happened, it just happened, we were laughing and I